という曲を聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、あと残り2曲歌わせていただきたいんですけど、やっぱりみんなが知ってる曲をやっぱり入れたいから、ちょっと1曲だけ、ちょっと昨日やった、昨日じゃない、今日の一部やった曲をちょっとやりたいと思います。聴いてください。よかったら1曲だけでも聴いていってください。名古屋から来ました。初めて出会った日のこと覚えてますか？過ぎゆく日の思い出を忘れずに見て、あなたが見つめる感じたいとくて、空を見上げた今そこで私を見守っているな。押して
愛かけて今という曲を聴いていただきました。ありがとうございます。はい、聞いていただいて本当にありがとうございます。あと残り2曲になるんですけども、ここに足を止めてくださっている皆さんのために自己紹介をしたいんですけど、私愛知県からやってきました、真野美里香です。今日は、川崎に初めてやってきたんですけども、こうして足を止めてくださる皆さんや、ここに来るよってことを知って足を止めてくれる、ここにね足を運んでくださる皆さんの一人一人のために、今日は歌を1曲ずつ歌っていこうと思います。それではあと2曲歌います。聴いてください。それは放送国民の間に長い間にかけて築かれてきた絆、そして信頼関係、聴いてください。エターナルフレーズ。大きな水となって秋だ。それとそのものが、ごめんなさい、放送問題と私は考えております。その事件とは実はこのぐらい